ゾンビムキムキになりすぎたから猫が襲ってきたよ。村人が火の玉吐いてきたよ。恐ろしい。みなさんどうも、コンコンチドイヒーです。にゃんこも一緒にいる。今日やるゲームはこちら、マインクラフトハイフワールドやっていきましょう。ハイフワールド TNT で荒らしてみた。普通にやりなさいよ。楽しそうなワールド探してたらこんなの見つけたぞ。ミュータントバトルアリーナ、モンスターがパップしてて面白そう。そんなことよりもこのワールドかわいい。確かにかわいいけど、これやるの？やらないよ。じゃあミュータントバトル早くやりなさいよ。このワールドもやりたいけど TNT で爆破したらかわいそうだから。やる基準が TNT ってなんだよ。ポーチだったら好きなだけ TNT 爆破できそうだもん。爆破せずに普通にやってって。それじゃあ早速やってみよう。どんなワールドなんだろう。なんか書いてるけど英語でわからん。もうやめようかな。すぐにやめようとするんじゃないよ。全部英語で書かれちゃってるの。まあ適当に押しちゃえばいいか。なんか始まったぞ。何が始まったのかわからんばさらん。ネコルガ族みたく言うなよ。ラウンド1ってのが始まったみたいだ。攻撃されてる。なんだこのちっちゃくて細いやつは。見たことないぞ。すごいスピードで襲ってくるってやられちゃったよ。あじゅっぴじゅっぱー。めちゃくちゃ強いんだけど。強すぎ。つよぽん1歳半。つよぽんベイビー。宝箱があるところ開けてみよう。何が入ってるかな。武器とか勢ぞろい。ダイヤの装備一式もらっちゃおうかな。これさえ装備しちゃったら余裕のやっちゃん。89歳。血毛白髪。血毛も白髪になるのかよ。っていうかヒットポイントやばすぎ。これはもう超ベリーグッド。超ベリーグー。古い流行語言わなくていいから。装備を整えてもう一度行ってみよう。ってなんかアイテム落ちてるぞ。やった、食料ゲットだ。これで回復までできちゃうよ。さあ行ってみよう。動きが早いから気をつけないとね。先生は頭に気をつけないとね。先生カツラはつけないよ。正々堂々ハゲむき出し。むき出してはいないよ。喋ってる間に襲われてる。動きが早すぎてピンチピンチ取り越してパンチパンチパンチと思いきやもう倒しちゃったよ。装備強すぎ。これはこれでやりがいがないな。続いてラウンド2は雲か。どこから襲ってくる。でっかいのが来た。めちゃくちゃ強そう。これはもう負け確定と言いたいところだけど、こっちの装備強すぎ。これはもうゴリ押しゴリ押しゴリラ押し出し。ゴリラ押し出しってなんだよ。ゴリラ押し出ししても全然ダメージ食らわないよ。そしてあっけなく倒しちゃったよ。強すぎて見応えないね。なんならやり応えもないよ。それは最悪じゃないか。でっけえゾンビ出てきたよ。こいつとならやりごたえあるかもって。結局はゴリラ押し出しでいけちゃうよ。このままじゃ面白くないから、メッシュマ映像を作るために装備を外そう。メッシュマ映像じゃなくてもいいんだけどね。これでひりつく戦いができるでしょう。もうダメージ食らったらやばいから、この障害物をうまく使って戦っていこう。これを使えば余裕のよっちゃん89歳。入れ歯なくす。入れ歯なくすあーダメージ食らっちゃった。ってもうやられてる。こいつ強すぎ。あじゅっぴじゅっぱだけどいい戦いができたから剣だけで挑もう。剣だけでいけるかな。大丈夫。あならギャップ剣だけで勝っちゃうからね。最初は動きが速いやつだから気をつけないと。ってでかいのやってきた。出てくるの毎回一緒ってわけではないんだ。こんな動きの遅いやつだったらよっちゃん祭りだよ。なんだよよっちゃん祭りって。わけわかんない祭り作るなよ。あっという間に倒しちゃったよ。もう優勝だ。何の優勝だよ。続いて雲か。雲も障害物使って戦おう。って自分で落ちてダメージ食らってるよ。見てるだけで勝てちゃうのか。
じゃあ寝て勝つのを待ちますか。寝てないで戦いなさいよ。仕方ないから突撃だ。略してシカトツ。略さなくていいから。雲って追ってくる動きが気持ち悪いよね。先生の頭みたいに気持ち悪い。先生のハゲはツロンとハゲてて気持ちいいよ。だけど臭いけどね。それは否定できないって。そんなことよりも戦いに集中。戦い集中。かわいいピカチュウ。ネズミの鳴き声。あ、やられちゃった。ギャグ言ってたらやられちゃったよ。準備じゅっぱ。ギャグ言ってるからやられちゃうんだよ。こうなったら防具もつけよう。ダイヤモンドの靴下を履こう。靴下じゃなくてブーツね。これで最初のモンスターを撃破。続いて雲行っちゃいましょう。次こそ絶対に勝つぞ。今度こそ戦い集中。かわいいピカチュウ。ネズミの鳴き声チューチューチュー。ギャグ言ってたらまたやられちゃうよ。おならちゃら、おならちゃら。へっちゃらへっちゃらね。絵をおならって言うんじゃないよ。次はしっかりと障害物を使って距離を取っていく。そう言いながらもうずっとボロだよ。雲のリーチが意外と長くてピンチ。ピンチ逆から呼んでチピー。食べ物食べて回復と思ったけども、もうお腹いっぱいなのか。お腹いっぱいでも食べる、それがフードファイターだろ。これフードファイターのゲームじゃないから。急に動きが止まった。見つめ合って恋でもしたのか。こんなモンスターと恋するわけないでしょう。油断してたらダメージ食らっちゃったよ。だけど倒せた。楽勝のシュシュシュのショー。どこが楽勝なんだよ。ズタボロじゃないか。続いてでっかいゾンビか。さっきはこいつにやられてるから気をつけて。当たり前だな、ブラックマン。障害物を使ってうまく戦っていくよ。こいつはリーチが短いから距離さえ取って戦えば余裕のよっちゃん。89歳、ハゲバレる。つらずれちゃったのかも。今回は大丈夫そうだよ。だって僕障害物のプロだから。障害物のプロってなんだよ、聞いたことないよ。このモンスター見てたらなんかメロンソーダ飲みたくなってきたよ。なんでそんな気持ちになったんだよ。色でかな。こいつのお尻からメロンソーダ出てきたらいいのに。汚ねえな、そんなの出るわけないでしょ。真面目なこと喋ってる間にやっつけちゃったよ。どこが真面目なんだよ、ひどい中身だったよ。次はどんな敵が出てくるのかな。なんかこっちに向かってきた、でけ猫だ。ただ向かってくるだけでそんなに強くないかな。これならよっちゃんってすごい勢いで迫ってきた。いきなりスピード上げてこないでよ。スピード速いから狂乱の猫かな。にゃんこ大戦争じゃないんだから。だけど意外と弱かった。これじゃ壁にもならないね。次はどんな敵だ。またでかいカチカチお米粒くんかよ。こいつ出てきすぎだから。これまた障害物を使って戦っていこう。障害物使ったらこいつもうんこチンチンプーだからな。もう勝ち確定。でダメージ食らっちゃった。こいつのダメージ食らったらお腹減るようになっちゃうから回復できないよ。だけど食べ物はいっぱいあるからね。この量には大食いファイターもびっくり仰天。テストは0点ツルツル食べれるところ点。なんとか倒すことできたぞ。お腹減ってるから食料食べていこう。だけどお腹いっぱいになる前に敵が襲ってきそうだな。次はどんな敵だ。ってなんか飛んできた。次は遠距離攻撃してくる敵か。っていうか村人じゃない。村人ただのハゲだと思ってたのにこんな攻撃できるのか。村人がミュータントになってすごい攻撃できるようになったんだね。さらには動きも速くなってこいつ強すぎ。障害物を使って戦うのも大変だ。障害物を使っての駆け引きが行われている。あっちも障害物のプロだな。こっちから来るか。というか攻撃跳ね返して戦えばいいだけか。跳ね返せるならよっちゃん。これはゴリ押しゴリ押しゴリラ押し出しだ。ハードにはめちゃったもんねって逃げられた。逃げ足がめちゃくちゃ速いな。だが追い込むってやられちゃってる。あ、準備じゅっぱ。動きが速くてむずすぎ。むっちゃん103歳。むっちゃん年取りすぎ。次は靴下だけじゃなくてダイヤモンドのカツラもつけていこう。カツラじゃなくてカブトだから。最初ちっちゃいのが出てきたせいでかなり苦戦したけど、その後は楽勝の勝者の勝。次は村人リベンジ。次こそ絶対に勝ってやるぞ。まずは遠距離から攻撃を跳ね返していこう。ってでっけえやつになってる。動きが遅くなってるから跳ね返
返すのが簡単。大きくなったらめちゃくちゃうんこちんちんぷだな。こうなりゃもうゴリ押しゴリ押しゴリラ押しだし、こんなの目つぶってたって勝てちゃうよ。さすがにそれは無理でしょう。こんなガタイいいんだったら普通に戦った方が強そうだよね。それは言わないよ約束。秒殺で勝っちゃったよ。次はどんな敵が出てくるんだ。レベル2になったぞ。ということは敵もさらにパワーアップするのか。かなり強くなるんじゃないの。じゃあもう諦めよう。諦めるんじゃないよ。まずはでっかい骨骨骨ほか、こいつも障害物をうまく使って戦っていこう。回ってきたら攻撃って、こっちもダメージ食らっちゃってるよ。障害物をうまく使うのは難しいのかな。横に来たところ攻撃ってやっぱりダメージ食らっちゃう。こっちも攻撃食らっちゃうんだったらゴリ押しゴリ押しゴリラ押しだし。強引に行っちゃって大丈夫か。大丈夫のすけ、勝っちゃったからね。レベル2になろうが僕にかかれば余裕のよっちゃん89歳。まだレベル2が始まったばっかりだからね。次はまた雲か。雲は障害物を使えば楽勝のショッショのショーってダメージ食らっちゃった。こいつ毒持ってる。毒でやられてあじゅぴじゅっぱー。やっぱりレベル2難しかったでしょう。今度は装備を変えてリベンジしてみよう。というわけで今日はここまで。よかったら高評価お願いします。それじゃあまたお会いいたしましょう。バイバイバイポンポロピー。チャッ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 チャンネル登録よろしく。